頭の超いい人、うわって思って、はい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 、立花虫来たーって思うわけですよね。立花さんすごいですよ。リベラルデモクラシー、政治の最終形態だ。僕らの社会ってのは生贄システムでできてる。立花明さんの考え方っていうのはより真実に近い、あの考え方を持ってると間違えなくて済む。お前の嫁さんのうんこしてる写真見つけたぞって言われてみたいな感じなんですよこの間ですね、立花明さんっていう人と対談したんですよ。立花明さんっていうのは「かっこ日本人」っていうのとかですね、あと「不愉快な真実には訳がある」っていうような本を書いてる人で、まあ僕がこの人面白いなと思ってる物書きで、もともとは海外投資とかそういう投資の方向で有名になった人なんですよね。ライターで、まあ、頭のいい人です。でついまた同じようにですね、ついこの間内田達郎さんというですね評論家の人との対談の本も出たんですよね。だから僕の頭の中には今最近のマイブームとして、その立花明さんという評論家の人と、あと内田達郎さんという人が2人いるんですけども、これがね全く逆なんですよね、考え方が。で立花明さんと話した時にすごく面白かったのがですね、彼はですねもう現実主義者なんですよ、徹底した。で現実主義者って案外浅いことを言うんですね普通は。でも立花さんってやたら深いんですよ。例えば立花さんはですね、リベラルデモクラシーという、まあ、僕らの政治形態ですね、リベラルデモクラシーっていうのは弱者に対して優しくする、民主主義形態で、表現の自由や言論自由を認めるという、まあ、僕らが大体正しいなとなんとなく心の中で思ってるような、こんな政治形態だと思ってください。これをですね、政治の最終形態だっていうふうに言ってるんですね。まあ、別にこれは立花さんだけの意見ではなくて、フランシス福山とかが歴史の終焉とかでも言ってることなんですよ。リベラルデモクラシーっていうのは人類がいろいろ紆余曲折した末に編み出した最終的な問題決着の方法だから、こっから先はないよっていうふうに言ってるんですね。これまでもいろんな政治形態があったんだけども、ここがもう落としどころでしょう、だからここから先はないよと。最も進化した素晴らしいものという意味じゃないんですよ。もうここまで来ちゃったらここからあとはないみたいな言い方なんですよね。でこれですね、みんながバカだっていう考え方なんですよ。政治家もバカだし国民もバカだけども、それをもう認めようよって考え方がリベラルデモクラシーなんですよね。デモクラシー、民主主義の考え方っていうのは、一人一人が正しく考えて正しく評価して投票して、それによって素晴らしい政治家を選んで、それによって政治を良くしよう、経済を良くしようというふうについつい僕ら思うじゃないですか。でも立花さんのような現実主義者にとって、そんなものはこの世の中に存在しないと。なぜかっていうと、そのグローバリゼーションっていうのは、世界のグローバル経済というのは何かっていうと、もうどこに何の影響があるのか分からない世界のことだと。だからあらゆる専門家はデータを駆使して、ビッグデータとかを駆使していろんなことを言うんだけど、結局誰が正しいのか分かんない世界になってしまった。これがその現実主義者の考え方なんですね。で例えばその原発事故に関しても、原発事故が起こったと、じゃあそれまで政府とか東京電力がいろんな情報を隠してたからだっていうふうにみんな思ったわけです。僕もそう思いました。さあ隠したデータが出てきたら、そしたら悪いやつが誰か分かったか、何がいけなかったか分かったかと、分かんないんですね。そうじゃなくて、隠したデータが出てきた瞬間に解釈がものすごく増えちゃったんですよ。この原因を例えば A だという人もいれば、いや A ではない、 B だ C だという人もいて、それが無限にあって、それが2年経ってまだ落ち着かない状態というのを僕ら経験してるわけですね。だから専門家がみんな正しいことが言えるとは限らないというのを知ってしまった時代、それが情報化時代の特徴だと。なのでなんですよ、ここまでが前提。政治家が正しく舵取りができるはずがないというふうにリベラルデモクラシーでは考えるわけですね。つまり政治家っていうのはですね、能力が高くて正しい舵取りができるのではなくて、もう何をやっていいのか分かんない時代だから、いろんなことをやるしかない、リスクが低くていろんなことにトライするしかない。そしたらたまたまうまくいく時もあれば、ダメな時もあると。それは古代のまじない師とか王様と全く同じだと。古代のまじない師はなんかこう亀の甲羅とかを見たりですね、いろんなまじないをして、今年はこうなるとか来年はこうなるというふうに国の運命を決めたわけですね。それと今の政治家とか経済学者がやってることは大して違いがないと。それはなぜ専門家は猿のにも負けるのかとかですね、いろんな海外のですね書籍でもですね、その僕らの考えている専門的な知識とか予測というのがいかに当たらなくていかに無駄なのかというのが証明され尽くしているは証明され尽くしているんですよ。
で、そうじゃないんだ、将来というのは予測できるんだと、賢く行動すればという人はいっぱいいるんですけど、その人らはただ単に当たった事例とか予測がうまくいった事例とか経営がうまくいった事例のみを持ってきてやるわけですね。例えばユニクロっていうのが今経営のちょっと危機に瀕してるわけですね。経営がちょっと今最近うまくいかなくなってる。でもつい3年ぐらい前までユニクロこそが日本の経済の救い主であり、彼らがやってる方法論は全て正しくてっていうふうに言われたわけですね。その10年ぐらい前は日本のスーパーマーケットが何より正しくてっていうふうに言ってた。そのさらに10年前は日本のソニーとかその電子機器のメーカーがシャープがいかに正しくてっていうのを経済史も経済学史もみんな声を揃えて言ってたんですよ。10年とか20年前のことだからもうみんな忘れてるけど、その頃の分析ではいかに日本のそれまでの産業はダメで、シャープやソニーのやり方が正しいかとかですね、日本のスーパーマーケットのやり方が正しいかと言ったんですね。でもそれは正しいかどうかじゃなくて、たまたまうまくいってただけ、たまたまうまくいってた事例を次から次へと出して、だからこうしなきゃいけないんだって言ってる評論家がでかい顔してるだけなんですね。つまり結論から言うとですね、経済も政治も博打にしか過ぎないと。古代からあるようにまじない師がですね、あの雨降れ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 ってやってたら、ある確率で雨が降ると。そしたら雨が降った場合、そのまじない師は神だとか、まじない師の師のトップだというふうに褒められて生き延びるんだけども、ダメだった場合そいつが首を切られたり殺されたりしちゃうと。じゃあそれを繰り返していったら、まじない師の血統は雨を降らせることができるのか、そんなことはなるはずがないんですね。そうじゃなくて、ただ単に確率的にたまたまみんなが祈って雨が次の日に降ったら、まじない師は命が救われるし、雨が降らなかったらまじない師は首を切られて同じだと。で、僕らついつい間違えちゃうんですけども、昔ですね、その古代の時代、王様とかの権力ってそんな絶対的じゃないんですよ。いや違うな、王様の権力は絶対的なんですけども、王様っていうのは案外簡単に首を切られちゃうんですね。周りの神官とかですね、周りの側近によって。それは何かっていうと、王が天神様に対してですね、ちゃんと行ってないから王位を廃して別の王様を立てようというのを古代の中国もとかも ずっとやってるわけですね。古代の中国も王が王足りえなくて、王の資格がない時は彼を殺しちゃって別の王様を立てるというのをしょっちゅうやってるんです。それは何かっていうと、自然現象とかですね、経済とかがうまくいかなかった時に王様を殺してるんですね。つまり僕らの社会というのは基本的に生贄システムでできていると。政治とか経済というのは思うようにならないのは1000年前も現代も全く同じなんですね。なのでたまたまうまくいった時には王様とかのいや誇りだとか、もしくは日本人の頑張りズムだとかいろんなふうに言うんですけど、ダメだった時はとりあえず一番上のやつで、その時のトップのまじない師とか政治家とか王様とかの首を本当に切ってしまって、殺してしまって、でお祓いをして次のやつを立てよう、で今度は大丈夫だっていうのを繰り返してきたと。これがその古代からの政治システムで、現代というのはさっき話したリベラルデモクラシーですね、民主主義というのは何が最終形態かというと、この生贄システムがものすごくエレガントになった結果、殺さなくても済むようになったと。で政治的生命を奪うわけでもない、ただ単に首にするだけだと、文字通り。つまりうまくいかなかった政治家とか、うまくいかなかった経済政策っていうのは、それをなかったことにして新しいやつを据えて、そして次のやつに願いを託すっていう方式を編み出したと。でだからといってうまくなる確率がですね、上がったりはしないんですね。ただ単に運が良ければうまくいくし、例えば大前健一がですね、この10年のシンガポールの躍進を見てみろと、シンガポールのやってることは全て政策はこんなに正しくて、日本はこんなにダメだっていうふうに、僕はお前健一さんのメルマガ撮ってるから毎日のようにお前さんは言ってくるんですけど、僕にしてみればそれはたまたまシンガポールがいいからお前さん今言ってるだけだとか、たまたま最近スイスが調子いいから言ってるだけであって、俺お前さんの本は25年前から見てるけど、お前さんその頃は日本すごいって言ってたよっていうふうに分かっちゃうわけですよね。で国際分業とかですね、同修正制度とか、お前さん根本ではすごくいいことを言うんですけども、それがなんで正しいかという時は、ついついやっぱり今うまくいってる、現にうまくいってるものを見て、それに関してこれはこうだからうまくいくんだ、日本もこういうふうにすればうまくいくって言っちゃうんですけども、地域も違えば歴史も違えば風土も違う、そのシステムを持ってきてうまくいくかどうか、本当に運次第なんですね。で運が良ければそれは考えたやつを褒めたたいてもいいんですけども、運が悪くてダメだった場合、僕ら運が悪くてっていうふうに考えられない。人間というのは確率論で考えずに因果率で考えるっていうのが、これがその立花さんの持論なんですけど、ごめんな、どんどん難しい話になって、で結果的にだから僕らは生贄システムというのをすごくエレガントにした
そのトップの人間をすげ替える、入れ替えることでこの世界というのを運用していくしかないよなっていうのが、この立花さんの考えなんですよね。民主主義と言論の自由というのは生贄システムというのを最終形態であると。だって生贄システムをうまく動かすにはドイツが悪いのかっていうのを常にみんなが自由に言える仕組み、言論の自由と、そしてそいつらを生命を殺すんではなくて政治的に何だろうな、罪をかぶせるっていう選挙の仕組みっていうのが、この2つが絶対必要なんだと。だからすごくうまくできた生贄システムというのがリベラル、デモクラシーだ。さあこれがさっき言った、ごめん、2人いるうちの1人、立花さんなんですよ。これに僕の頭の半分、確かにそうも言えるよな、でもこの立花さんの考えというのはですね、真実かもしれないんですけど全く元気が出ないんですよ。でここで俺、立花さんと2時間対談したんですけど、頭の中はすごい興奮して面白い面白い面白いって言うんですけども、立花さんは延々ですね、いや結局ね、こういうことなんですよ、リベラルデモクラシーっていうのはですね、ボソ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 語って、俺もひたすらそうですよね、そうですよね、その通りなんですよねっていうふうな形で、ピースオブケークっていうですね、オンライン雑誌の中ではすごく楽しそうに盛り上げてるんですけども、音声をもし聞く機会があったら聞いてみてくれたら、俺のすごく力のない声と立花さんの元気のない対談がですね聞けてですね、もう本当に元気が出ない。真実というのはこんなに嫌で元気が出ないものか、だったら真実なんか何の役にも立たないわけですよね。なんかね、それはね、お前の嫁さんのうんこしてる写真見つけたぞって言われてみたいな感じなんですよ。それは真実かもしれないけど、これによって俺、嫁さんに対しての何でしょうね、愛を失ってしまったら俺の家庭どうなるのって、でもそれが真実ですからって言われた、その通りなんだけどというぐらいなんですよ。さてもう一人のですね、内田達郎さんっていうのはですね、まあ、これも立花隆さんに負けず劣らず頭の超いい人なんですね。もう一人ですね、内田さんはですね、そのリベラルデモクラシーとの対局でですね、なんて言うんでしょう、あえて言えば賢人政治っていうんですかね、頭の良い人が政治を行うであり、同時に全ての人間が頭が良くなるべきである、良くなることができるって考え方なんですね。でその内田達郎さんは大学の先生やってるんでですね、現実主義者に対して批判するんです、立花さんのような現実主義者に対しては、その人間の能力というのを低く見積もりすぎだと。確かに古代からの政治形態というのは生贄システムで、民主主義は生贄システムと言えるかもしれないけど、このけどっていうのがつくのが内田達郎なんですよね。でも教育とかきっかけで人間は生まれ変わったように能力が上がったり、なんだろうな、先が読めたり、すごくいいやつになったりする現場を俺は何度も見てると。そんなことは奇跡でも何でもない、当たり前にあることなんだと。どんなやつでも、例えば子供が生まれたらしっかりするっていうのはあるだろうと、嫁さんもらったらしっかりするっていうのはあるだろうと、で親のなんか恩っていうのが分かった瞬間になんか設備が伸びるのはあるだろうと。人間が変わるのは奇跡でも何でもなくて当たり前なんだけども、その立花さんのような現実主義者っていうのは人間の最低線だけ見てるから、そっから先進歩しないようにこう見積もっちゃうんだよと。でそうじゃなくて人間ってのは伸びることができるっていうのが内田さんの考えで、でじゃあ政治の形態というようなことでは、日本人というのはこれまでどういうふうにやってきたのかというと、少なくとも自分自身というのをちゃんと失わずに持ってきて、そのお金のためにとかですね、出世のためにだけじゃなくて、自分というのをちゃんと持っていて、向上心と同時に人に親切にっていうような心を持つことにというだけで、日本人っていうのは江戸時代からこっち300年とか400年うまくやってきたわけだと。でそれだけで大丈夫だっていうのが内田さんの考え方なんですね。で不景気とか災害に対して政治とか経済でどうにかしよう、例えば不景気が来るからがっちり稼ごうとか、安定した就職先を探そうとかですね、なんだろうな、自分だけは生き残れるようにしようというふうにするんじゃなくて、なんか不景気とか災害とか、極端に言えば病気とか失業とかに対して、そういうのを全て環境と考えて、どんな環境が来てもある程度大丈夫な自分を作るっていうのが内田さんの考え方なんですね。つまりシステムで変えようとするんではなくて、自分っていうのを作り変えたら、それはどんな環境が来てもある程度耐えられる自分っていうのがは作れるだと。逆に言えば一人の人間にできることは自分を作り変えることしかないっていう、すごいこう強いメッセージなんですよ。なのでそうするとこう誰が来ても大丈夫。もう牛島イニクさんが強く頷いてるけども、多分こう心に今響いてるわけだよね。はい、いかなる環境にも耐えられる自分っていうのを作ることだけがたった一つの冴えたやり方だと。だから逆に言えばどんな環境とかですね、どんな時代にも耐えれるような財産とかですね、あと職業なんていうのはありえないでしょう。でもどんな環境にも耐えれる自分っていうのはありえますっていうのは内田さんの考え方です。
でね、そう、内田さんは武道家だねって言うんですけども、あ、可愛いよ牛島と言われてるよ、よかったね、はい、金だけじゃないんだというのが伝わったよね。さて、これね、どっちが正しいかじゃないんですよね。あのね、僕ね、何が悲しいかってね、内田さんと話してる時はね、心の中の立花明が出てきちゃうんですよ。でも立花明だけにはそうじゃねえだろうとか思って、内田さんに言うから、実は僕の心の中は内田さんのファンの部分がすごく多いんだけども、多分内田さんから見て僕は自分に対して案外逆らってくる生意気な若造に見えてると思うんですよ。でそれがもう僕にしては切ないんだけど、でも内田さんに対して話す時っていうのは、僕はどうやっても立花明的な考えで話しちゃう。で立花さんと話す時には、立花さんそれだけじゃないでしょとか、人間はっていうふうについついバカになって語っちゃうんですけど、これはやっぱこう内田さんの言ってることを何とか代弁しようとして語っちゃうわけですね。やっぱり人間だから誰かの影響というのを強く受けて、で目の前にいる人と反対側の人っていうのを持ってきて話しちゃうんですよね。でね、いや僕の落としどころなんですけども、最近はもうこういうふうに決めてるんですけどもね、立花明さんの考え方っていうのは多分より真実に近いんですね。あ、立花明ちゃんと今字が出ました、二文字だけの字の人なんですけども、でより真実に近いんですけど元気が出ないんですよ。ただあの考え方を持ってると間違いなくて済むんですね。立花さんすごいですよ。あの対談が始まった時に開口一番言ったのは、宝くじっていうのはもともとね、愚か者にかかる税金って言われてますからっていうところから始めてですね、すごい、宝くじなんか買うやつはバカだから金を取られても仕方がないんですよっていうことをまずドーンと言うわけですよ。でこっから始められた言い方がすごいよね。愚か者にかかる税金と言われてますがっていうか、当然岡田さんも知ってるでしょうから始められたから、うわーって思って、はい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 、立花虫来たーって思うわけですよね。そうなんです。でだから立花さん的な考え方をちゃんと身につけてると損しないし傷つかないし、なんだろうな、この世の中の底が見えてるから安心は安心なんですよ。この世の中は果てしない底があって、どこまで落ちていくかではなくて、はい、ここが底ですよ、その底のことをリベラルデモクラシーと言います、その本質は生贄ですっていうふうに言っちゃうんですけど。で昼間のですね、雨の降ってない晴れた日は俺は立花明で行こうと思います。昼間は。で夜ですね、6時過ぎたらもう俺は内田達郎に切り替えます。無理、夜6時過ぎてね、皆さんも一回立花明になってみなさい。本当にね、寝るのが嫌になるから、あの原ちゃんを見ても泣けなくなりますから。僕の心の中には立花明さんと内田達郎さんの両方がいて、多分それは皆さんの中にも、なんかその例えば東博樹がいて誰がいてとかですね、小林義之がいて誰がいてとか、人によったらですね、ひょっとしたらそのなんだろうな、あの大阪維新の会の人がいたりとかですね、あの石原慎太郎がいたり、意外な人がいるかも分かんないですよ。でもそれは 100% こいつに言ってることが分かんないじゃなくて、誰かに腹が立ったりムカッとするときはやっぱり 5% や 10% そいつに言ってることが分かって、それが分かっちゃう自分が嫌だから誰かにイラついたりするんですよね。だから僕もなんか嫌いな人っていうのは理解できる人だけなんですよ。人間は理解できないものを嫌いになれない生き物なんですね、こと人間に対しては。なのでなんでしょうね、僕は本当にどっちにも心がいけるって苦しいのは苦しいんですよ。で皆さんも多分心の中にこの番組を見てるからには何パーセントか岡田斗司夫が入ってて、その岡田斗司夫のおかげでちょっといいことがあったり逆に嫌なことがあったりすると思うんですけども、それの使い方はですね、俺はあの昼夜だと思いますね。あの昼に誰の考え方を持ってきて、夜に誰の考え方を持ってくるか。僕自身の生き方は昼に立花明を持ってきて、現実っていうのはある程度冷たく見るんだけども、女の子と話すときにこれは封印するか、もしくはチラ見せ程度にしといて、主に夜は内田達郎でやったらですね、爽やかに寝れるんですよね。夜までね、立花明持ってきちゃいけない、酔い腰の立花明は禁止ですよ本当にっていう風にしたらですね、この間から日が暮れたら内田達郎ってしたらですね、僕は生きやすくなりました。で変な言い方ですけども、これあの自己正当化かも分かんないんですけども、人間の器って言葉あるじゃないですか、器が大きいとか器が小さいって。それは何かっていうと、信念がある人は器が小さいんですよ。で信念がない人はじゃあ逆に器が大きいかと、そうじゃないですよ。信念がある人は
器がちっちゃい。なんでかと、許せないことがいっぱいあるから。じゃあ許せることがいっぱいある人は信念がないのか、そうじゃなくて矛盾する信念が強いんですね。矛盾する信念がありながらそれを維持できる自分っていうのがあるんですね。それは昼夜で切り替えてもいいですし、本音と建前って言ってもいいんですけど、多分人間本音と建前って言ってもそんな裏表の関係じゃないんですね。なんだろう、自分が気弱な時にはこういうふうに考えちゃうとかですね、人に優しくしたい時はこういうふうに考えちゃうみたいな切り替えだと思うんですけども、僕はその内田さんと立花さんの話を聞いて、そうか、俺が行く道っていうのは器を大きくするしかないんだなと思いました。自分の中に矛盾する考え方価値観っていうのがありながら、どれか一つを信じて楽をするんではなくて、これを全て維持する。それ以外にも自分が嫌いな人の考え方であっても、嫌いっていうのはさっきも言ったように理解できるだから、それをこう保持したまま、こうしんどいけれどできるだけ維持することしかできないんだなというふうに思いましたのですね、皆さんもですね、心の中にある、岡田斗司夫をですね、ちょっと大事にしてやってくださいというあたりですね。じゃあ、おー、30分も延長してしまったな。ではですね、ここまででニコ生の公式放送終わります。この後は限定放送の方に切り替わりますけども、もうすでにこの段階で僕はぐったりしておりますので、あの限定放送はここに S 田さんを呼んで、ドワンゴの川上会長との対談をどういうふうにするのかという作戦会議とですね、あとさっき言った日テレに株買われたけどお前の会社大丈夫なのという話を単にダラダラするだけですね。はい、ではですね、また来月お会いしましょう。来月は4月の4月の1日、はい、じゃあ何一つ本当のことを言わないというのにしようもう4月1日だから、あ、4月じゃあ、じゃあクラウドシティとかの入会システムを切り替わったり、いろいろ僕らにとっても切り替えの時になるからいいな。じゃあエイプリルフールスペシャルだね。あの都市伝説とかやろうか。あ、堂々と嘘が言えるわけだよね。あの某パン屋さんのパンは、あの小麦粉より防腐剤の方が多いとかですね、そういう嘘800が言えるわけだよな。あのユーザーで、あの虚構放送いいな、やろう。なんかトースポみたいなやつやろう。それではまた来月お会いしましょう。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。